はい、そちら方向にはね、山上城址公園がございます。でね、ここにね、橋があってね、まあ、元町橋っていう橋なんですけど、裏指定史跡、元町橋の供養塔です。まあ、こちらなんでしょうね。まあ、説明版が特にないんですけど、まあ元禄14年なのかな。まあ記念名がですね、元禄104。ちょっと難しいですね。まあ村といってもね、もう今ここは、まあ桐生市なんで、まあ市のね、まあ、道のね、反対側にもね、文字塔の道祖神、文字塔の、まあ、馬頭観世音。まあ、こちらのね、馬頭観音の記念名は大正11年ですね。こちらの道祖神はわかるかな。あ、わかります、わかります。まあ、天保15年2月です。はい、村指定史跡元町橋の供養塔でした。はい、どうにか着きましたね。ここでした。まあ、ここでしたはいいけど、なかなか車の置き場所が大変だな。はい、山上塚越の道祖神です。まあこちらね、右側はね、馬頭観音ですね。元文2年。なかなかこの馬頭観音は表情が豊かですね。まあ右の方のやね、まあ、馬頭観世音って書いてございます。そしてまあこちらがね、まあ、道祖神。まあ同じくね、記念名はね、まあ、元文2年です。まあ仲良くね、手を握ってますね。これも、まあ修験型なのかな。まあ、後ろにね、家紋でしょうね。かなりね、まあ顔の部分とかも、まあ深く掘ってありますんで、まあ立体的ですね。そして庚申塔。
まあそちらの部分は、まあ墓所っていう感じなのかな。更新と更新と、これはね、正面塔ですね。まあ正面金剛ですね。まあ文字塔です。まあこちらがね、まあ古墳になってるんですよね、塚越古墳。まあ、墳丘にはね、墳頂部にはね、はい、正面金剛。まあ、台座の部分にはね、まあ、三猿もいます。こちら、三猿と鶏。更新塔、まあ享保13年です。まあ今さっき言ってきた、まあ、山上城址はそちら方向かな。まあ、古墳自体にはね、説明板もなければ何もないんで、でもそこのくぼんだ部分とか、きっと石室の入り口だったんじゃないかな。お隣にはね、ナス畑、立派なナスがなっています。向こうの温室もそうなのかな。でも温室だとあれなんだね、背丈が伸びるんだね。まあ、パッと見ね、まあ、ナスじゃないのかなと思いましたけど、まあ、実はね、ナスですよ。それではね、山上塚越古墳を出ます。こちらのね、まあ、道の端にもね、まあ、道祖神文字塔、まあ、更新塔、まあ、ございました。